チャンネルの注目コンテンツという画面でこういう設定ができます。おすすめの画面または再生リストで、ここでコンテンツをおすすめってできるんだよね。これをやるとどうなるかっていうと、最近のアップロードを自動的におすすめするか、自分で手動で指定することもできるわけだ。再生リストも選択できるんだね。おお、なるほどね。まずは最近のアップロードでやってみますと、保存。そうすると、こういう形式で表示されますよということか。で、動画の最後に表示するか、開始位置を指定してやることもできるんだ。このタイミングを最適化って何だろうね。視聴者の格好の行動に基づいて、プロモーションを表示するのに最適なタイミングを YouTube が選択しますと。おお、だったらこれはやっぱりチェックしといた方がいいよね。まあ、とりあえず最後でやってみましょうか。これで更新と。例えばこういう動画を再生していた時にだ。後ろの方に行くと、表示されるね。パソコンパスさんのおすすめ。こういうふうに表示されるわけだ。なるほどね。最後って言っても、最後の何秒なんだろうね。こうして、ああ、やっぱり10秒前ぐらいだね。10秒前ぐらいからこれが表示されると。で、今これはスマホで見てるんですけど、スマホの場合はどういうふうに表示されるかっていうと、30。お、来た来た来た。あ、ちょっと消えちゃった。もう一回やり直し。こうなると。なるほど。下半、し、初めここの下の方に出るんだね、大きく。で、しばらくほっとくと、こういうふうに閉じるというふうな出方をするんだ。だからこれあれなんだね。最後の何秒とかっていうのは指定できないわけですね。最後の10秒ですね。で、開始位置を指定することもできますと。これは任意にできるわけだね。はい。じゃあ、ここで動画または再生リストをやってみます。ここで指定した動画を固定的に出すこともできるし、再生リストを指定することもできるわけだ。じゃあ、これを指定しますと。こうして、保存を押すと。で、そうするとこうなるわけだね。ここで選択できるんですね。で、これ何？カスタムメッセージ？省略可能。例えば、こういうふうな文言入れて、更新とかやると。さあ、出るかな？あれ？出ないね。あ、出た出た。出ましたと、こういうふうに出るわけだ。で、今プレイリストを表示してるので、これを押すとどうなるかっていうと、おりゃ、こういう画面になるわけですね。はい。ここにリストが並んでて、ここに再生されると。ちなみにこれを消すとどうなるか。こういうふうになるわけですね。ここのソコンパスさんのおすすめのようにメッセージが表示されるということか。なるほど。表示される領域の大きさが変わらないのであれば、ここに何か入れておいた方がいいですね。